ただいま、やっていきましょう。セカンドノベル、彼女の夏、15分の記憶ですね。やっていこう。で、ちょっと今セーブデータ見てたんだけど、プレイ時間が加算されないんですよ。なんで？なんで？なんで？謎なんだけど。謎だな。なんかあんのかな？はい。これも何かを意味しているのかって思っちゃうあたり。勘ぐってしまうな、このゲーム。さあ、前回、こっくりさんの話、良くない結果まで見たので、これも選択肢なんだ。じゃあちょっとここの選択肢作れるか見ようか。ここでは、いろんな場所を回ってみるんだね。気になった場所って、ある？うん。やっぱり、あそこかな。風が気持ちいいところ。屋上か。そっか、屋上か。ここだね。はい。くらえ！次回！ありがとう、直也くん。そうだね。屋上。どうかしたの？直也くん。綾乃さんは、僕の顔を覗き込むようにして聞いた。ううん、なんでもない。そっか、屋上か。気持ちよさそうだね、風。私たちも行ってみようか、後で。ああ、飛び降りたんだよね。行きたい。うん、ちょっと暑いかもしれないけど、風があれば大丈夫だよ。そっか。うん。でも、危なくないかな。大丈夫だよ。子供じゃないんだから。それとも、もしかして、今は立ち入り禁止になってるとか？いや、多分、先生に頼めば大丈夫な気がする。じゃあ行ってみよう。ゆかり先生と相談してみるね。僕たちは図書室に行くことにした。あ、ゆかり先生のとこね。図書室にはゆかり先生が夏休み中の司書として在籍している。先生、屋上の鍵借りることはできるでしょうか？一瞬、先生は眉をひそめた。まあそうだよね。屋上？はい。雄一のことも考えて。綾乃さんの物語も屋上がキーになっているんです。僕はこれまでに聞いた綾乃さんの物語を先生に説明した。先生の言いたいことはわかります。でも。うん。先生は小さく、ため息をついた。ハンドバッグを取り出すと、中から鍵を出す。もうあなたも大人だから止めることはしないけど。でも分かってると思うけど、直也くん気をつけて。僕はうなずく。はい、ありがとうございます、先生。大丈夫かな。こういうのって記憶がフラッシュバックで戻ったりする可能性あるんじゃないかな。あの事故が起きてから、屋上は原則として生徒の立ち入りができなくなり、先生が鍵を管理するようになった。もちろん生徒からは不満の声は上がったものの、立て続けの2件の事故、ましてや1件は死亡事故とあっては、それもやむなしと言えるのかもしれない。屋上に出るには途中でこの階段を登る必要がある。通称お化け階段。校舎の隅に位置し、太陽の光もあまりささないこの階段は、以前より生徒たちから噂話が立ち上がる格好の標的となっていた。いわくこの階段の方から人のうめき声が聞こえる。登るたびに階段の数が合わない。
怪しい人影が見えた、などなど。付け加えるならば、あの夏に起きた事故で、人が一人死に、一人が重傷を負ったのだ。僕が学校にいた時よりも、さぞかし噂は尾を引いていることだろう。綾乃さん、大丈夫？ここ、かなり埃っぽいけど。大丈夫だよ。スリッパを見ると早くも埃にまみれていた。どうやら掃除当番もこの場所についてはあまり乗り気でないらしい。それ昔からだね。屋上への鍵は南京錠だった。非常に簡素な作りの鍵だ。進んで屋上に行こうとする生徒もいないから、これで十分ということなのかもしれない。真中純平を除いてな。ゆかり先生から借りた鍵を使うと、カチャリという音を立てて扉は開いた。屋上に立つと、綾乃さんはフェンスのそばに小走りに駆け寄った。そうだよね。一瞬僕の頭の中に綾乃さんが屋上から飛び降りるシーンが再生される。慌てて綾乃さんの後を追った。その時、綾乃さんの足が止まった。いい景色。そう言って綾乃さんは辺りを見渡す。うん、そうだね。綾乃さんはフェンスをつかむ。綾乃さん、そこ。大丈夫？何しろこの季節だ。太陽からの光を浴びた鉄製のフェンスは相当の暑さになっているはずに違いない。うん、ちょっと触れただけだから。直也くん、ありがとう。突然走り出したからびっくりしたよ。なんかね、いても立ってもいられなくて。それは、いても立ってもいられないと綾乃さんは言う。綾乃さんにとって屋上というのはどんな意味を持っているのだろう。でも、そうだよね。心配させちゃったよね。ごめんなさい。あ、ごめんね。僕は首を横に振る。いい景色だね。僕たちは屋上を見渡した。鍵がかかっていたぐらいなのだから、当然屋上には僕たちのほか誰の姿もなかった。屋上が立ち入り禁止になったのはあの夏からだった。すでにあれからは相当な年月が経っているから、もしかしたら傷んでいるかもと思ったけれど、思いのほか綺麗に保たれていた。ゆかり先生が鍵を持っていたように、生徒は立ち入り禁止でも、教員はその限りではない。定期的にメンテナンスはされているのかもしれない。綾乃さんは屋上に来てた。よく来るの？まあ、確かにメンテナンスしないとフェンスが落ちたりしたら、それはそれで別の大事故につながるからね。一人じゃあんまり来なかったかな。みんなで来る時ぐらい。直也くんは来てた？僕もそんな感じだったかな。そういえば3人じゃあまり来なかったね。うん、そういえば優一もここに来ようとは言わなかったね。あいつのサボり癖考えると結構好きそうなのに。屋上、なんでサボってるやつは屋上にいるイメージがあるんだろうね。なんか屋上で空見上げてるイメージがあるのはなんかやっぱ刷り込みだろうな。アニメとかゲームとか漫画とかの小説とかの、そういうイメージはあるよね。そうだね。実際逃げ場がないよね。教師に見つかったら逃げ場がない位置だよね、この場所じゃ。まあ天気はいいから、天気がいい時はいいだろうけどね。ワクワクしながら屋上から外の景色を見た。ここの屋上から雄一と綾乃さんは転落した。なぜ学校の屋上なのだろう。この学校の屋上でなければいけなかったのだろう。ただ単に高いところから飛び降りるのだとしたら、他にもいろいろな場所がある。現に
雄一の住んでいるマンションは14階建てで高っ。確実に命を落とそうと考えるのならそこから飛び降りるだろう。現に雄一の後を追ったとされている綾乃さんは生きている。雄一もしくは綾乃さんの中で学校の屋上から飛び降りるという行為が何か特別な意味があったのだろうか。なんかいろんなとこで意味を考えていくね、直也は。それとも何か衝動的な感情でたまたま近くにあった場所から飛び降りたということだろうか。または学校から飛び降りるということで学校もしくは学校の中の誰かに対して何かのメッセージを与えたということなのだろうか。僕はため息をついていた。わからない。直也君、どうしたの？僕がため息をつくと横にいた綾乃さんが心配そうに声をかけてきた。そうだ、少なくとも今はやるべきことがある。ごめん、なんでもない。そろそろ暑くなってきたから戻ろうか。とにかく今僕の隣には綾乃さんがいる。彼女が隣にいるということは彼女から何かを得る可能性はある。もしかしたらそこから何かを得ることができるかもしれない。僕たちは教室に戻った。探索放課後のあらすじね、はい、これであらすじができたということね。こうやって少しずつ過去と現在を行ったり来たりするんですね。さあ次は選択肢出た。今増えてないよね。増えてないパターンもあるっていうことでいいのかな。もう一回見てみる。あ、ダメか。あー、はい、じゃあまあいい、あらすじ作ろうか。こっくりさん、彼女。綾乃さんは何かを深く考えているようだ。ここの描写ってなんかちょっとリアルな感じがする。やっぱり私ってやったことあるのかな。ねえ直也くん、ここの彼女としたことについてのカードってある？こっくりさん、こっくりさんか、こっくりさんか、これか。くらえ、ちょっと早かった、早かったか。くらえ、受解。ありがとう直也くん。こっくりさんだよね。うん。放課後彼女としていた約束。綾乃さん、この彼女って何なんだろう。綾乃さんの知り合い？それもわからないの。こっくりさんを現実にしたこと、うん、どうなんだろう。直也くんはどう？え、僕？やっぱり同級生にこういう子はいなかったと思うよ。なんというかね、いたらちょっと目立つタイプの子かもと思うし。そっか。でも何かあるんだよね。現実にあったのかな、やっぱり。どうだろう、特徴的な物語的なキャラクターとも言えるけど。そうだよね、そうとも言える。綾乃さんは眉間にシワを寄せた。まああまり考え込んでも仕方ないし、もうちょっと物語を進めてみればいいんじゃないかな。ここの場面のあらすじが何かのヒントになるかもしれないよ。ありがとう、そうしてみるね。これが使えるってこと？そういう意味か。あらすじも使えるんだもんね、このカードも。なるほどね。 OKOK、 順調ですね。順調だけど、おねえ、話を流したって、受け流したままで進んできてるけど大丈夫か。
どっかでエンドを迎えるってことなのかな、これ。だいぶ先まで進んじゃなきゃいけないとなるとちょっと困るけどな。どうやって進めていこうね、このゲーム。本当に彼女としていたこと、約束。直也くん、もう一度約束についてカードを見せてもらっていい？約束について、こっくりさんでいいのかな。もう一回、もう一回こっくりさん。ちょっと違う気がするけど、くらって。ダメか。約束についてか。約束をしているとか、そこら辺を当てればいいってこと。放課後の約束、これかな。あ、違うわ、これ。ハンバーグをおごる約束、これ違うな。あ、でもいいや、こっちも当ててみよう。これも約束は約束だ。暗い。食べてくれ、食べてくれの方で暗い。ダメか。うん。二人はどうして出会ったんだろう。約束、それを示すものってあるのかな。優しいね、ヒントが出るのが助かるな。これ一回も失敗しちゃい、しないでいったらトゥルーエンドですみたいになったら地獄だけどな、これ。放課後の約束。二人、なんつった？どうして会ったんだろう。放課後のこっくりさんでいいのか？どう？くらっ、いましたか？ダメか。思い出せない、違うよな。このカードじゃないのかな？こっちかな？じゃあ。あの子と会う約束。こっちか。結構似たようなカードが多くてわからんな。どうですか？樹海怪獣。ありがとう。放課後の約束。入院中、もしかしたらこの子は本当にいて病弱な子なのかな。それだったら僕が会わなかったのかもしれない。僕は、めったに学校に来なかった子なのかも。綾乃さんはどう思った？私はごめんね、やっぱりよくわからない。でも一つ感じることはあるの。なんだろう。彼女はこの物語にとって重要なキャラクターだと思う。やっぱり、ちょっと特別な感じするもの。こっくりさんの彼女。こっくりさん男だったのかな。こっくりさんの彼女か。現実にいるかどうかはわからない。でも似たような子がモチーフとなったのかもしれない。調べてみる価値はあるかもしれないね。綾乃さんはゆっくりとうなずいた。同級生か。でも、雄一の、実は雄一の生き別れの妹、もしくは姉、双子だったみたいな、そういう展開ない？もしくは綾乃さんと双子ないかな。彼女との出会いのある筋を作りました。時計で最後ね、こっくりさんの場面。綾乃さんがあることを聞いたら突然様子が変わってきたんだよね。あること、それって何かな。将来の夢じゃないわ、将来の職業か。職業って言ったらいい。こっち寄りのものか。答案じゃない、これも違う。出会いじゃない、こっくりさん。ある、これ。すぐに帰ってきた。あ、これか、職業ね。ほい、くらえ。樹海。ありがとう、直也くん。将来の職業、僕はふと思った。まさかこの物語は将来綾乃さんが記憶を失うことを予見していたのだろうか。当たってるけど、当たらずも遠からずって感じだけど。
まさか、そんなことはありえない。でもだとしたらこの展開は何なんだろう。綾乃さんの記憶は事故の時に止まっている。綾乃さんが将来記憶を行えなくなることを物語に組み込めるはずがないのだ。どうだろう、記憶が止まるまでとはいかなくても将来何かが起こること、つまり事故が起こることを予見していたとしたら、この物語は一体。どうしたの、ゆうやくん。直也くん。誰だゆうやって。あ、天草ゆうやか。やめろゆうや、来るんじゃない。時子ちゃんとラブラブしてる。ああごめん、ちょっと考え事をしてた。そのこの場面のあらすじは浮かぶ？うん、要はこっくりさんをしたら不思議なことが起こったってことだからね。典型的なよくあるパターン。やっぱりどうかしたの？ごめんごめん、うん、ちょっとお腹が減ってきたのかな。そういえばそろそろお昼かもね。ちょうどその時、教室の扉が開く音がした。ここにいたんだね。ゆかりご飯持ってきてくれた？ゆかりご飯、さっき屋上にも行ってみたんだけど誰もいなかったから。もう戻ってきてたんだね。すいませんと僕はゆかり先生に謝った後、屋上の綾乃さんの様子を綾乃さんに聞こえないように言った。再発することはなさそうだと。先生は静かにうなずいた。それでどうだった？何か変わったことあったかな？先生は綾乃さんにも聞こえるように声を上げている。綾乃さんと屋上に行って、それで。僕はこれまでに聞いた綾乃さんの物語をゆかり先生に説明した。先ほどのカードのことまで説明し終えたところで、ゆかり先生の提案によりお昼を取ることになった。ゆかりご飯だ。美味しいよねゆかりご飯。あー、オープンになったね。案外日陰に入れば涼しいですね。なるほどね。右上が良くない結果が残ってるせいでなんか嫌な気分になるけど。風も吹いてるしね。てかゆかり先生すげえな、こんなお弁当作ってきたの。マジすげえ、女子力高えんだゆかり先生。さすがゆかり。夏休み中食堂が休みだったことすっかり忘れてました。ほんと助かりました。すごいですね。ねえ、これ全部先生が作ったんですか？ねえ、すごくね。一応ね、今日直也くんたちが来るって話だったからちょっと気合い入れちゃった。ああ、まあだとしてもすごいな。てかすごいけど大量の唐揚げが入ってんだけど、あれ唐揚げですか？卵焼きはまあ人数よりちょっと多いけど、まあね、いい感じだけど、肉の量やばくね。男の子一人よ、ほとんど直哉に食べさせようとしてる。あれは何、ご飯のやつは。あれはなんだろう、イクラ丼かな。お弁当に向かねえだろうな、イクラ丼は。さすがに。いやー、ちょっと感動です。さあ食べて食べて。いやでもありがたいね、これは嬉しいね。こんな本格的な。このひじきや酢豚も自分で作ったんですか？あ、酢豚ね。あれ酢豚ね。肉多いな、おい。うん、まあ作り置きしてたやつだけどね。作り置きでこの量。直也くんは料理とかやらないの？あ、どうだろう、直也はどう？いや、一応作ることは作りますけど、そんな手の込んだのは全然。野菜炒めが圧倒的多数です。男の子が作る料理、野菜炒め以上。そういう感じだよな。わかるわかる、うん、すごくわかる。そうなんだ。でも直也くん、肉じゃがぐらい俺作れる。俺肉じゃがぐらい作れるもん。え、あ、うん、お願い。お醤油、お醤油。あやさん、梅干し食べてるのかな。お醤油はそこの蓋の横。あ、わかります、すみません。彩乃さんが腕を伸ばす。はい、直也くん。ありがとう。うん、
ありがとう。ゆかり先生と綾乃さん、互いに遠慮し合っているのだろうか。心なしか何か微妙なギクシャクした空気みたいなものを感じた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとう。誰か作る相手でもいればよかったんだけどね。うんうん。別に嫌味言ったわけじゃないんだけど、なんでそんな悲しいこと言うの、ゆかせんは。じゃあ先生、あ、失礼なこと言っちゃってすみません。結婚とかは、うん、してそうだけどね。少なくともなんか指輪をつけてそうなイメージがあるけどね。恋人いそうな感じがするんだけどな。めちゃくちゃ綺麗だしな。メガにとったらめっちゃ可愛く、東条あやタイプだろやっぱ。まあね、結局もらい手はいなかったってこと。あ、大学卒業したてで、来た。そっから6年だから20代後半かも。え、じゃあ今も一人ですか。もったいないな。オークションとか出してみる。あら、そう。無理やり言ってるんじゃないの。ゆかり先生をオークションに出してみる。すごい入札されると思うけど。こんな風にお弁当を作れる女の子ってやっぱりいいと思います。ね、ほんとね、ほんとね、ほんとね。胃袋つかまれるとやばいよね。ありがとう。冗談でも嬉しいわね。冗談じゃねえんだよな。いえいえ、本当ですって。でも先生ぐらいなら寄ってくる男なんていくらでもいそうですけど。だから冷凍食品が普及した世の中だけど、それでもやっぱ胃袋つかむのは大きくて、冷凍食品を弁当箱に詰めてくるだけでもそれでも違うっていう。なんかそんな感じがするよね。やっぱなんかね、やっぱ胃袋つかむのはでけえよな。もう直也くん。彩乃さんが少し怒ったように。あんまりそういうこと聞いちゃ失礼だよ。そうだね、すみません先生。ううん、気にしてないから全然。後で殺すとか思ってそう。頭の中に後で殺すって書いてありそう。今は綾乃の前だから静かにしておこうみたいな。予備地に気をつけろよ直哉みたいな。そんなこんなでお昼休みも終わり。さてこの後直哉くんたちはどうするの。うん、そうですね、さっきの話でやっぱり物語にヒントがあるような気がするんです。なのでもう一度教室に戻ろうと思います。うん、そっか、わかった。私は図書室にいるからね。了解。それで先生、屋上の鍵は。ああ、返すかどうか。返してない。それはしばらく直哉くんが預かっててくれて大丈夫。行く機会も多いだろうか。多いんですか。先呼びしてるんですか。すみません。先生の正体がこっくりさんじゃないですか。そんな未来がわかるのは。ただし人間って言ったしな、降りてきたのゆかり先生かもしれねえな。こっくりさんとして降りてきたのゆかり先生かもしれんな。絶対に気をつけてね。分かってると思うけど、ね、この時代からゆかり先生がこっくりさんとして気を魂を飛ばしていたなら、あの時代に、あの時代っていうか 小説の中かに飛ばしていたのであれば可能性は高い。はい、はい。ゆかり先生と別れ、僕たちも教室に戻ることにした。別れよゆかり。僕たち良くない結果のあらすじを作成しました。綾乃はこっくりさんに質問をするが、その結果はあまり良いものではなかった。その後不思議な出来事が起き、綾乃の視界が霞んでいく。なるほどね、急に非日常な感じになったね。日常というかそういう感じになりましたね。はい、次回からどうしようかね。分岐拾うか、ここ進めれるんだけど、一回突き進んでみる。一ルート。でも一ルートがどれくらいかかるか分かんないけどな。でも、やっぱ話の筋が分からなくなっちゃうので、戻ると。なので、一回突き進む形でいいですかね。その方が分かりやすいですかね。一回突き進んで、行けるとこまで行って、詰まったら分岐点に戻ってくるという形で分岐を拾っていく感じで行きましょう。じゃあそんな感じで、今後やっていきます。ありがとうございました。ありがとうね。